続いて通告4番8番小林彦さんの一般質問を行います。8番小林彦さん、これより4点にわたり質問をさせていただきます。1点目は産後ケア支援事業についてお伺いいたします。昨年の12月議会で産後のお母さんと赤ちゃんに絵本をプレゼントする産後うつ対策訪問事業の中からブックスタート事業の実施について質問をさせていただきました。早速本年1月から実施をしていただき、お母さん方に大変に喜んでいただいていると伺っております。1年以上も続く新型コロナウイルス感染拡大の中、妊娠出産後の母親を取り巻く環境は外出を自粛したり、人と触れ合う機会が極端に少なくなったり、収入に落ち込みなどのによる経済的な不安が続くなど、産後うつの危険性にさらされております。不安の中での子育ては一人でも大変ですが、双子などの多胎児を抱えたお母さんは、子育ての苦労は想像以上に大変な状況ではないでしょうか。多少体調が悪くても頑張りすぎてしまい、お母さん自身が危険な状態にあることに気づかぬまま、知らず知らずのうちに体力や精神的な限界を迎えてしまうようなことがあってはなりません。幼児虐待につながる事件も全国的に起こっております。そのため厚生労働省は2020年度から多胎児のいる家庭に特化した育児サポーターなどを派遣する事業を始めております。そこで1番目の質問ですが、多胎児を抱えた産後ケア支援について町の取り組みをお伺いいたします。子育て支援課長佐藤陽子さん。ただいまの多胎児を抱えた産後ケア支援についての取り組みについてお答えさせていただきます。近年核家族化、地域の結びつきの希薄化などに伴い、子育て家庭が周囲から支援を受けにくい状況にあり、中でも多胎児の親については孤立しやすく、育児に不安を抱えることが多いとも言われております。町における平成26年から30年までの5年間の多胎児出産件数は5件で、この間の全出産数に占める割合は 1.2% であり、国及び県とほぼ同じ割合であります。多胎児の育児については、早産になりやすいことや、出生時が低体重で長期入院となりやすいこと、また授乳やおむつ替えなどの子どもの世話が2倍、3倍となり、さらに交互の夜泣きなどによる身体的精神的負担が大きいことから、養育についての見守り支援はより重要であると考えております。こうしたことから町では、妊娠期から出産後にかけて保健師及び助産師の専門的支援に加え、ヘルパーを派遣し家事・育児の支援を行う養育支援家庭訪問事業や、両親で育児を学ぶ機会として休日に両親学級を実施しております。また本年度から産後ケアセンターの利用料多胎児加算を町が全額負担し、経済的負担の軽減を行うことにより利用推進を図っておるところでございます。さらに今月から電子母子手帳富士スクアプリを導入し、さまざまな育児情報の発信ができる体制づくりを行いました。今後は多胎児の育児経験者との交流事業、ピアサポート事業なども実施し、
安心して多胎児の子育てができる環境づくりに努めてまいりたいと考えております。以上です。小林彦さん、昨年12月議会で訴えさせていただいた電子母子手帳アプリ、担当課の素早い対応で今月から導入をしていただきました。このフジスクアプリを、活用して町の子育て情報を簡単に素早く知ることができますし、子どもの予防接種の履歴や成長の記録を保存することができます。子育て支援の充実に向けて本当にさまざま取り組んでいただいているわけでありますが、再質問ですけれども、先ほどの答弁に養育支援家庭訪問事業とのことでしたが、これはこのお母さんは産後うつとか育児納涼税などの状態だなと、こちら側で支援が必要だなと判断して、訪問をされるのでしょうか。どのような支援をされているのでしょうか。お伺いしたいと思います。子育て支援課長佐藤陽子さん。ただいまの養育支援家庭訪問事業の、についてお答えいたします。養育支援家庭訪問事業の対象者及び支援内容につきましては、まず対象者としましては、妊娠期から継続的に関わる必要のある方、育児ストレスや産後うつ、子育てに対する不安や孤立感等を抱える方などになっております。支援の内容ですが、保健師や助産師による専門的な相談や支援と、またヘルパーによる家事援助等になっております。以上です。議長。小林子さん、再質問ですが、こちらでは支援が必要だなとなのではないかと思っていても、なかなか受けられる方は少ないのではないかと思っています。さまざま抵抗感があるのではないかと思います。さらに県の、産後ケアセンターのですが、この利用についても、例年利用者がごく数人だったと思いますけれども、利用者が少ない点について、こういう産後養育支援家庭訪問支援利用やこういう産後ケア県の産後ケアセンターの利用などが、なかなか利用者が少ない、この点についてはどのように、捉えていますでしょうか。子育て支援課長佐藤陽子さん、ただいまの、利用者の少ない状況であるということについてのご質問にお答えいたします。まず養育支援家庭訪問事業では、専門職による訪問は全戸実施しているところでありますが、ヘルパーによる家事援助は多胎児の方の利用はございましたが、一般的にはそこまで必要と思われる方は少ない状況にあります。また県の産後ケアセンターにつきましては、遠方にあること、それから準備等も必要なこと、また、市町村による利用料助成はありますが、自己負担もあることなどにより、気軽に利用できない状況もあるのではないかなと考えております。以上です。議長。小林子さん。はい。やはり利用料が、高いとか、場所もちょっと遠いなど、またそういうことで、普段気軽に利用する施設というよりも、準備も必要ですし、特別感があるのかなと思います。私はもっと身近に地域が子育てを一緒に後押ししてくれる子育て環境がこれからは特に必要だと思っています。でそこで2番目の質問ですが、質問の途中ですがここで暫時休憩します。
休憩を解いて再開します。議長。小林一子さん。そこで2番目の質問ですが、未就学児が一人でもいる家庭に研修を受けた地域の子育て経験者が訪問し、切れ目のない子育て支援として孤立しがちな親子のもとに寄り添い支える家庭訪問型子育て支援ホームスタート事業がこれからの時代のニーズに合った支援策ではないかと考えます。見解をお伺いいたします。子育て支援課長佐藤陽子さん。ただいまのホームスタート事業についてのご質問にお答えします。ホームスタート事業とは、すべての子どもに幸せな人生のスタートを、子育て家庭に笑顔を目指し、未就学児がいる家庭に研修を受けた地域の子育て経験者が訪問し、寄り添う支援を行う家庭訪問型子育て支援ボランティア事業です。現在、県内では富士吉田市、南アルプス市、笛吹市の3市が各市内の NPO 法人へ委託し、事業を実施しております。ホームスタート事業は、オーガナイザーと呼ばれる支援スタッフの養成が必須であり、この支援スタッフが実際に訪問支援を行うホームビジターを育成して活動が行われるものであります。現在、町では子育て世代包括支援センターを設置し、妊娠期から出産後および乳児期にかけて、保健師および助産師による乳児家庭全戸訪問事業や産後うつ対策訪問支援事業などにより、親子の心身の状況や養育環境を把握し支援につなげているところでありますが、さらに育児に不安を感じ孤立する家庭をなくしていくためには、子育て支援施策の推進とともに子育て支援活動を実践する皆様と連携した取り組みが重要であると考えております。このホームスタート事業は、子育て経験のある地域の方がホームビジターとなり、また利用者が支援者になる循環も生まれるという地域全体の子育て力の底上げとなる NPO 等と行政との新しい共同事業であります。こうしたことから、今後町においてもホームスタート事業の取り組みについて研究してまいりたいと考えております。以上です。議長。小林一子さん。はい、誰かの手助けを必要としているお母さんやお父さん の気持ちを受け止めながら話を聞く傾聴と、共同、親と一緒に家事や育児をする新しい家庭訪問型支援ボランティアのホームスタート事業は、外出しづらい、頼れる人が身近にいない、そんな、子育て家族をボランティアのホームビジターさんが訪問し、親子と共に過ごすことで子育て中のお母さんお父さんの心を支える支援です。イギリスで40年以上前に始まり、世界22カ国、日本でも90以上の地域で始まっていて、県内でも先ほどおっしゃったように南アルプス市、笛吹市、富士吉田市で行っております。お互い様の関係づくりが地域を育まれ、それがイコール安心して子育てできる社会づくりとの考え方です。子育て支援を子育て家庭を中心にして、行政、関係機関、NPO、住民の力を発揮することで地域力の向上につながり、そうしたまちづくりが子どもの虐待予防にもつながるものと考えます。最近の事件でお母さんがママ友に騙されて依存してしまい、幼い子どもが餓死してしまう痛ましい事件がありました。そこで再質問ですが、ホームスタート事業を委託できる NPO は本庁にはまだありませんが、まずは本庁のファミリーサポートの方々や、愛育会の方々など常に町の子どもたちの成長を支えてくださっている団体の皆様に、ご理解ご協力をいただけるような取り組みを進めていただくことはいかがでしょうか。お伺いいたします。子育て支援課長佐藤陽子さん。ただいまのファミリーサポートサポーターさん等々の、ご協力ということで質問にお答えいたしたいと思います。町のファミリーサポーターさんや愛育会の皆さんは、町の子育て支援について日頃から意識が高く、多大なご支援をいただいておるところであります。
こうしたことから、まずこのホームスタート事業の趣旨や活動について、知っていただく機会を今後設けてまいりたいと考えております。以上です。議長。小林幸子さん、よろしくお願いいたします。再質問ですが、町には子育て世帯包括支援センターが設置されておりますので、このセンターを中心とした取り組みとしていくことはできないでしょうか。お伺いいたします。議長。子育て支援課長。子育て支援課長佐藤陽子さん。まず子育て世帯包括支援センターの事業としまして、地域の子育て支援活動との連携により、寄り添う支援を行うことについては少しずつ取り組めることと考えております。また現在、国県の方針にあります子ども家庭総合支援拠点の整備を進める折には、ホームスタート事業も含めて検討していく必要があると考えております。以上です。議長。小林幸子さん。藤川子ども子育てプランに、第二次藤川町子ども子育て支援事業計画の総合目標を、子どもの育ちと子育て家庭を地域全体で支える町藤川と定め、基本方針に地域社会全体で、子どもを育むとして、時代を担う子どもは社会の宝です。このことをすべての住民が認識し、地域が人々の交流を通して温かい心で子どもを育み、子育てしやすく子どもが健やかに育つ環境づくりに町全体で取り組みますと明記されております。ホームスタート事業はこのプランの目標に沿った取り組みではないかと考えております。ぜひともよろしくお願いいたします。次に2点目の観光振興策についてお伺いいたします。1番目の質問ですが、梶川デイサービスセンターは3月末に指定管理終了に伴い閉鎖となりますが、梶川デイサービスセンターの空きスペースを活用して大柳川筋の観光振興につながるような地域のコミュニティやイベントなどへの利活用ができないかと考えますが、町の見解をお伺いいたします。産業振興課長遠田悦美さん。それではただいまのご質問にお答えいたします。大柳川の自然を活用した観光振興は多くの観光客の誘客に必要であると考えます。こうした中、本年3月末で閉鎖となります梶川デイサービスセンターの地域のコミュニティ施設としての利活用につきましては、現在のところ地域からの要望はございません。今後地域の皆様から観光の振興による地域の活性化を図るための施設としまして、利活用したい旨の要望があった場合は、築26年経過をしているため、雨漏り等の対策が必要であること、また、梶川の湯の利用客への影響や、施設の貸し出し業務などの運用面を考慮した上で、検討をしてまいりたいと考えております。議長。小林幸子さん。再質問ですが、地元梶川を中心とした多くの高齢者の方々がデイサービスとして利用され親しまれてきた施設ですから、このまま空きスペースとしてしまうのは非常に残念だとの声が寄せられております。梶川デイサービスセンターと梶川の湯がある大柳川筋の素晴らしい自然は藤川町にとって大変に大きな観光資源であります。先日平成27年から大柳川渓谷で観光客のガイドや周辺整備を行ってきた功績が認められて、大柳川渓谷ガイドクラブの皆様がおもてなしの山梨知事表彰を受賞されました。地域の皆様の地元を愛する思いがますます高まってきております。地域の皆様から観光振興につながるコミュニティの拠点として活用したいとの
要望があれば町が、利活用できるよう雨漏り等の修繕や、まあ、改修などを前向きに検討してくださるということで受け止めましたが、その認識でよろしいでしょうか。産業振興課長、遠藤泉さん。ただいまのご質問にお答えいたします。現在のところこちらの方でも利活用の方はまだ考えておりませんけれども、地域の方から何かしらご要望があれば検討してまいりたいと考えております。議長。小橋一子さん。地元の方々にとって大いに期待が広がる答弁をいただきました。再質問ですが、今はコロナ禍で観光客が激減しておりますが、コロナ収束後の県内外、さらには海外からの観光客などの誘客を考え、カジカの湯とカジカ沢デイサービスセンターを一体として Wi-Fi 環境を整備すれば、カジカの湯、カジカの湯のお湯でカジカの湯でお風呂に入り、まあ、ゆっくりと、まあ、YouTube や Instagram などの SNS で、親永良筋の観光について情報発信をしたり、まあ、家族で来て、例えばお父さんが、空きスペースで合間にコワーキングスペースとして仕事もできたりなどの情報化の時代に合った活用方法が広がるのではないかと考えますが、 Wi-Fi 環境の整備についてはどのようにお考えでしょうか。産業振興課長、遠藤泉さん。ただいまのカジカの湯の Wi-Fi 環境の整備につきましてお答えいたします。町の観光施設への Wi-Fi 環境の整備につきましては、来訪者へのサービス向上などによる、県内外からの観光客の誘客に大変有効であると認識をしているところであります。今後カジカの湯への Wi-Fi 機器の整備につきましては、Wi-Fi 機器の選択、あと設置や運用にかかる経費とともに、平常時および災害時の利活用方法などを検討してまいりたいと考えております。議長。小橋幸子さん。これからは公共施設には Wi-Fi 環境の整備が必要です。ぜひ今後まあ、地域おこし協力隊の方が来られることも聞いておりますので、町内観光スポットや新たな視点で SNS の情報発信をしていただきたいと期待をしているところです。地域コミュニティの拠点としての活用、さらには災害時の活用などにも中長期的な視野に立って、大谷長筋の五回区中部区の活性化につながる利活用となることを期待するものです。ぜひ地元の方々の声をよく聞いていただき、地域と一緒になっての取り組みをよろしくお願いしたいと思います。それでは3点目の脱炭素持続可能な社会を目指してについてお伺いいたします。1番目の質問ですが、政府は2日の閣議で2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする目標を盛り込んだ地球温暖化対策推進法改正案を決定しました。国民と国、地方自治体、事業者などが密接に連携して取り組みを進めることを定めたものです。本庁においても二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを目指すゼロカーボンシティに取り組むことを宣言されております。その意義と町の取り組みについてお伺いいたします。町民生活課長、中尾美由子さん。ただいまのゼロカーボンシティ宣言の意義と町の取り組みについてのご質問に対してお答えします。ゼロカーボンシティとは、環境省により2050年温室効果ガスの排出量または二酸化炭素を実質ゼロにすることを目指す旨を首長自らが公表した地方自治体と定義されております。2050年温室効果ガス実質
排出実質ゼロを達成するためには、今を生きる私たち一人一人が地球温暖化問題に向き合い、行動していくことが不可欠であります。ゼロカーボンシティ宣言の意義は、住民、事業者、行政が地域で一丸となって、温室効果ガスの排出実質ゼロを目指し取り組むことであります。本庁では昨年7月に中駒地区広域事務組合の構成市長が参加する廃棄物と環境を考える協議会としてゼロカーボンシティ宣言を行っております。町の取り組みとしては、すでに藤川町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例、通称きれいなふるさとづくり条例を定め、循環型社会の構築を目指し、リユース食器導入促進、リサイクルステーションの整備、活用などの 3R 活動を推進し、焼却ごみの減量化を図ってまいりました。また、環境教育の推進による環境意識の向上や、住宅用太陽光発電システム設置による自然エネルギーの活用を推進してまいりました。今後もこれらの事業を継続発展させてまいります。加えて、新庁舎整備においては、建物の省エネルギー化と自然エネルギーを活用したゼブ方式による環境に優しい庁舎を目指しているところであります。以上です。小林子さん、近年の地球温暖化の影響として、今まで経験したこともない大雨による甚大な被害に見舞われるなど、気象災害が頻発をしております。温室効果ガス排出量または二酸化炭素の排出を実質ゼロにする脱炭素社会に向けた取り組みを加速化していかなければなりません。そのためにも国連の SDGs 持続可能な開発目標への取り組みとして、これまで訴えてきた環境教育や食品ロスの取り組みは新たに町のきれいなふるさとづくり条例に盛り込んでいただきました。特に食品ロスの問題については、おいしく食べきろう3010運動として、宴会などの最初の30分と最後の10分は食事を楽しみましょう、料理を残さず無駄にしないように食べることによって廃棄する残渣を減らし、焼却するゴミの排出量を減らす取り組みを進めていただきました。そして子どもたちの環境教育の推進と、給食の残渣を肥料にして学校の畑の肥料に循環していただくこと、またレジ袋やペットボトルなどのマイクロプラスチックゴミは深刻な環境破壊を招いている海洋ゴミであるなどを訴えてきましたが、2030年を目指しての SDGs の取り組みを一人一人が実行していかなければ、環境破壊も地球温暖化の加速を止めることも不可能です。2番目の質問ですが、宣言しただけでは目標は達成されません。町民のお一人お一人が宣言の意義を理解し実行に移していただけるよう、一日も早く浸透させることが大事だと思います。周知方法についてはどのように取り組むお考えでしょうか。お伺いいたします。町民生活課長、中込美由子さん。ただいまの周知方法についてのご質問にお答えします。すでにゼロカーボンシティ宣言についてはホームページに掲載しておりますが、一目でわかるよう表示方法を変更いたします。また今後は宣言の周知とともに、広報を通じ取り組みについて自らのこととしてご理解いただけるよう、 CO2 排出量を減らすための家庭での取り組み、例えばクールチョイスや環境家計簿など、一人一人が具体的に実行できる取り組みも紹介してまいります。以上です。議長、小林子さん、再質問ですが、広報や、ホームページに掲載していただいても、なかなか見ていただけないように思います。パッと目立つように、
町民の皆様に分かりやすく宣言の趣旨を周知し、2050年を目指して一緒に取り組みましょうとの真剣な思いが伝わるよう、本庁舎に大きく懸垂幕を掲げてはいかがでしょうか。まあ、大きく宣言したことを掲げて、町民の皆様に環境問題に関心を持っていただき、脱炭素社会に向けての取り組みを加速できるように周知していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。町民生活課長、中尾美子さん。ご質問にお答えします。宣言をしたことを分かっていただくために、広報、LINE などを活用し、周知してまいります。懸垂幕につきましては、懸垂幕に限らず、周知方法を考えてまいります。以上です。議長。小林由子さん。はい。脱炭素社会は2050年、SDGs は2030年までの目標です。今後、この地に新たに建設される新庁舎整備では、先ほど課長がおっしゃったように、環境に優しい庁舎づくりを目指して、省エネと自然エネルギーの総エネの活用で、消費電力を最小限に抑える建築設計に取り組んでいただいております。脱炭素社会に向けての取り組みを行っていただいていますので、新庁舎にはもちろんですが、ぜひ大きく掲げていただければと思っております。再質問ですが、町民の皆様にゼロカーボンシティ宣言の意義や取り組みを理解していただくためにも、本庁舎に特設の展示コーナーを設置する考えはいかがでしょうか。議長、町民生活課長。町民生活課長、中尾美由子さん。ただいまのご質問にお答えします。庁舎内については現在コロナウイルス対応で密にならないよう距離を取るなどスペースが少ない状況で、今は難しい状況であります。新庁舎建設後は庁舎内の町民ギャラリーや空きスペース等を活用していきたいと考えております。議長。小林由子さん。現庁舎では通路などが狭いので、なかなか展示スペースが、ね、難しいですけれども、またコロナの体制でありますので難しいかなとは思いますが、新庁舎にはぜひとも展示スペースを設けて、町民の皆様と一体となって脱炭素社会、持続可能な社会を目指して取り組みを加速していけるよう展示をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。再質問ですが、これからの未来を託す子どもたちにも関心を持ってもらえるように、町民図書館や学校の図書室にも特設コーナーを設ける考えはいかがでしょうか。すでに甲府市や中央市、市川三郷町でも図書館に特設コーナーを設けております。すでに関連の書籍はございますが、ゼロカーボンシティ宣言の意義をとどめるためにも特設コーナーでの紹介はいかがでしょうか。お伺いいたします。障害学習課長、与田正樹君。ただいまの質問にお答えします。現在図書館ではおおむね1ヶ月ごとに新書の紹介や企画展示コーナーを行う特設コーナーの設置を行っております。図書館には脱炭素に関する書籍も子ども向けから一般向けを相当数配下しておりますので、これらを特設コーナーで紹介することは可能であります。以上です。以上。小林由子さん。はい。まずは多くの関連書籍の中から期間限定で、企画展示コーナー、特設コーナーということで展示をしていただいて、子どもたちに SDGs について脱炭素社会について関心を持ってもらえるよう展示をしていただきたいと思います。さらに新たな町立図書館にも特設コーナーとして展示をしていただきたいと思っております。それから
今今議会から議員の昼食のお弁当箱をリユースする取り組みを始めましたが、このような取り組みが藤川町から全国に広がることを期待をしております。それでは最後の4点目の質問としまして、防災減災対策についてお伺いいたします。東日本大震災から今月11日で10年を迎えます。先月13日には福島県沖で震度6強の地震があり、先ほども堀内議員の方からもおっしゃっておりましたが、10年経っても大きな余震が起こることに被災地の方々は大変に不安な日々を過ごしていらっしゃることと思います。被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。藤川町にとってもいつ南海トラフ地震が起きてもおかしくない状況であり、近年の激甚化、頻発化する災害から町民の皆様の命と生活を守り抜く対策が喫緊の課題であります。1番目の質問ですが、災害時に配慮が必要な人についての情報伝達方法としてピクトグラムの活用についてお伺いいたします。防災交通課長、望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。ピクトグラムは文字を使わない情報伝達を目的とした単純化された絵文字のことを言い、外国人や聴覚に障害がある方などに情報を伝えることを目的としているため、多くの人の目につく場所に設置されております。このような中、災害が発生し避難所を開設した場合には、外国人や障害者、要援護者などさまざまな方が避難してくることが想定されるため、避難所内の利用情報につきましては、ゴミ置き場や更衣室、トイレの場所、救護所、ペットの受け入れ場所など、誰もが目で見て分かるようなピクトグラムを掲示することは避難者にとって有効であると考えるため、避難所開設時には掲示できるよう前もって準備しておきたいと考えております。議長。小林一子さん。再質問ですが、ピクトグラム、防災におけるピクトグラムとは、防災に関する情報を分かりやすく伝えたり行動を促すため の図記号のことですけれども、準備をしていただけるとのことですが、どこに準備をしていただけるのでしょうか。お伺いいたします。以上、防災交通課長。防災交通課長、望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。想定ということですが、指定避難所および長期避難所でもあります、各小中学校の体育館、町民会館、旧西小体育館、旧中部小学校体育館、旧五階小学校体育館など10か所の避難所に掲示してまいりたいと考えております。小林子さん。再質問ですけれども、指定避難所10か所に設置していただけるということですけれども、そこには避難所開設に必要なセットですね、ボックスというかそういうものに、一式、避難所開設に必要なものをこう揃えていただいて、その中にそれはもう用意してあると思いますけれども、その中に避難所ピクトグラムをセットしていただけるっていうことでしょうか。本当にこの
いざ災害って言ったときに、もうすぐにそれを避難所開設のセットが一つになっていれば、すぐに開設ができるわけですから、そういうものを備えておいていただくってことが一番だと思いますが、この10箇所にそれぞれセットをしていただけるっていうことでしょうか。防災交通課長望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。現在水害等の避難所につきましては、防災のセットをすぐには持ち出せるような形で準備をしているところでございます。この10箇所につきましても、すぐに持ち出せるようなことを検討してまいりたいと考えております。以上です。議長。小林一子さん。発災直後の混乱地に誰が来ても避難所開設をスムーズに行えるようにすることを考えて、安心して開設作業ができるように、一つのボックスの中に必要なものを揃えていただくことが大事だと思いますし、必要なまた誰が見ても分かるような手順を分かりやすく写真や図面を活用して表示したカードを順番通りめくっていけば、次に何をすればいいのかが一目で分かるアクションカードを一緒に入れている自治体もあります。また外国人や聴覚障害者の方などがピクトグラムの他に、飲み物を配りますとか、困っていることがありますかなどの情報を絵と文字で説明するお知らせ絵カード、これを用意しているところもございます。避難所に必要なものをさらに検討していただいて、拡充をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、それでは2番目の質問ですけれども、各自の避難行動を記すマイタイムラインの全国配布についてお伺いをしたいと思います。以上、防災交通課長望月悟君。ただいまのご質問にお答えをいたします。マイタイムラインは、台風による洪水などの事前に予測できる災害に対し、自分自身に必要な情報、判断や行動を把握し、家族構成や地域の環境に合わせた自分の逃げ方を考え、作成する個人の避難行動計画であります。近年、日本各地で発生している洪水災害に対し、国は自治体向けにタイムラインを、個人向けにマイタイムラインを推進しており、作成し、活用することは効果的であると認識しております。こうしたことから、マイタイムラインを作成するためのひな型を全戸に配布できるよう検討してまいりたいと考えております。小林一子さん、ぜひともよろしくお願いいたします。何度もマイタイムラインの必要性を訴えてきましたが、今まで各地区の地区防災計画の策定時に説明するとのことでしたが、このコロナ禍でなかなか実施が難しい状況になっていましたので、何としても一日も早く町民の皆様お一人お一人の避難行動を確認して、災害に備えていただきたい。命を守る災害への備えが大事です。各家庭で、また親子で避難行動を話し合う機会にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。再質問ですが、私の地元で言えば中部区の鬼島は富士川の氾濫想定区域です。伊勢湾台風の時に浸水して大きな被害がありました。おととしの台風19号の時も浸水まであとわずかのところまで富士川の水位が上がり、大変に心配をいたしました。もう少し台風が停滞していたら大変な被害が出ていたかもしれません。しかし避難所を開設してもほとんどの方は避難されませんでした。国では一級河川の流域治水対策を進めていますが、日頃から浸水想定区域の方々の避難行動としてマイタイムラインを活用して避難訓練をしていただくことを、特に先ほども樋口議員もおっしゃっておりましたけれども、特に危険な地域には
丁寧な周知をお願いしたいと思っておりますし、マイタイムラインを活用した避難訓練を行うような指導をぜひ行っていただきたいと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。防災交通課長、望月聡君。ただいまのご質問にお答えをいたします。浸水想定区域は、広範囲に及んでおります。避難訓練等を実施する地区と、浸水想定区域ではない地域がございますので、浸水想定区域内の地区においては、今後マイタイムラインなどを使って、防災訓練を実施するなどするようなことを各区と相談し、協議し、検討してまいりたいと考えております。以上です。以上、小林由紀子さん、よろしくお願いいたします。以上で私の一般質問を終わります。以上で通告4番、8番、小林由紀子さんの一般質問を終わります。ここで暫時休憩します。なお、再開は午後1時とします。